はい、買っちゃったので早速見ていこう。裏はこんな感じですね。いろんな使用説明が書かれてます。それでは箱から出してみよう。綺麗ですよね。メガバスらしいカラーリング、本当に綺麗。伊藤由紀さんデザインね。この音ですよ、この音。大きな特徴の一つがこの音ですね。この音を出すシステムが、ラダーアクションバランサーシステム。メガバスさんのちょっと映像をお借りしますけど、口で説明できないからね。こんな感じですね。そしてもう一つの特徴がこの羽です。超軽量薄型、そしてなんとジュラルミンでできてます。マジかって感じですけど、いろんな音が出ますね。テール部分がジョイントになってます。ギミック満載だね。ジュラルミンの羽に左側騎手、右側仏心、いつものね騎手仏心ですね。右の羽にメガバスのロゴ、左の羽に ITO エンジニアリングのロゴ。これロストしたら泣くね。それではフィールドへレッツゴー。俺釣れるの？一応変へ続く。